ふざけてんのかって言われるかもしれない、うん、いきます、うん、おはようございます、てれてれてれはい、ということで今日はね、この前なんかあの NiziU の第1弾のファンクラブセット、うん、ファンクラブグッズ、うん、鏡出たじゃん、出ましたね、こちらですね、多分こちら出たんですけど、これを見た途端に瞬間かな、うん、ペンライトなんじゃないかって思った方がいっぱいいたんですよ、はい、最初、はいはいはい、パッと見ペンライトかなって思ったら鏡なのねっていう人結構いたと思うんですけど、じゃあ、うん、NiziU のペンライトはどんな風になるのか予想しちゃおう。おー、必死やん、拍手に拍手にすごい必死やん、おー、いい、見てるからお化けが。ということで、で僕たち正直そんなに韓国に K-POP に詳しいわけじゃないので、とりあえずまずあのまとめサイトからその過去のというかそのいろんな K-POP アイドルのペンライトっていうのはどんな風なのか、はい、どんな感じのがあるのかとかをまず調べましょうと、うん、でね、皆さんもそれちょっと興味あるんじゃないかなと思って、それ調べた後にそれを踏まえて、じゃあ NiziU のペンライトどうなればいいのかというか、どうなると思うのかというのか、はい、それを想像していこうっていう、まあ、楽しく予想しながらね、うん、皆さんもコメント欄にね、こういうのだと思うとか、こういうのだったら可愛いとか、ね、こういうのだったらどうのこうのっていうのがね、もしあったらいっぱいコメント欄にやってくれたら嬉しいなとは思います。はい届くかもしれないから、その声がもしかしたら、そう分かんないからね、うん、ということで早速ね、そのペンライトね、いろんなやつ見ていく前に、はい、ペンライト出たら欲しいなって思う方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということで見ていきましょう。もっともっと光るよ。はい、ということでですね、でも韓国 K-POP 男性アイドルイベント情報スケジュール検索サイトポーダ、今日は誰に会えるに到着しました。ございます。これもね、一応このサイトさん、概要欄に貼っとくので、もし気になった方はこれ見てくださいということで、韓国の公式ペンライトまとめてみたよと。で、記事自体は2018年5月17日なんですけども、一応更新はね、1月22日にされてると、2021年のちょっとね、古い情報だったり、いやこれもあるよこれもあるよっていうのを思うと思うんですけど、まあそれはちょっとご了承くださいってことでいいですか。参考にする、そうですね、参考なので、はい、はい、まずですね、ファンミ、ペンミといえば、アイライトすいません、読めなかった、まとめようと思った。とにかくまあペンライトと、うん、まあこうね、振るのがペンライトなんでしょう。そうでしょう、それはあんま知らんけど、でまあいろんなね、アイドルがまあいろんなデザインでなんかこうやってますよって感じですね、これ多分。それって書いてますよね、多分。じゃあ読まなくていいよ。で、タイプ別に見るペンライトと、うん、まずシンプル、スタイリッシュタイプ、ドームタイプ、フィギュアタイプ、マスコットタイプ、その他っていう、はいはいはい、5つに分かれていると、主にこうなって、こうなって、まあ、シンプルスタイリッシュタイプか見ていきましょうよ、じゃあ。そうですね、まあ、こうですわ。 AB6 って読むのかな、これは。ですかね、ですかね、うん、こういう棒のね、このアストロさんですかね、これは。そうです、それはアストロと読むと思います、思いますよね、はい。これ結構さ、近いんじゃない、ちょっと第一候補に。確かに、この NiziU のこのマーク、このキューブマークがまあこんな感じになるのがちょっと結構有力候補だと思うんですよ。確かに。で、バージョン2もあると。こういう感じでね、なるかもしれないという感じですよね、とりあえずは。確かに。すいません。あ、これも近いかもしれんな。なんならもうこれかもしれんな。うん。それ違うでしょ、別に。あ、これマジで似てるね、なんか、NiziU と。文字が入ってて、こういう幾何学的な模様っていう感じで。ね、SF9 ですね、うん。こういう、スーパージュニア。うん、これもいいですね、青いということで。これ青しか光らないんですかね、これは。でもスーパーでのオーバー、まあ、こういう感じで、まあ多分このロゴマークをシンプルにこう上に乗せて、まあ持つ部分はちょっとスタイリッシュに棒のような形状でやるのがペンライトなんですかね、うん、基本的な。なんかこれあれだね、もう化粧品みたいなね。確かに、こんなおしゃれなのもあるんだね。だから多分女性が多いから、そういう面でもね、可愛いのだったりおしゃれだったりのを目指しているんでしょうね。でしょうね。これは可愛いに振ったやつでした、これは。 2PM さんの。なるほどね。あ、こういうのおしゃれね、うん、アティーズかな。エイティーズだね。エイティーズなんですね、うん、詳しいですね。いや、そんな多分読み方聞いたことあるぐらいですよ。あ、なるほど、すみません、はい。これ何タイプですか、これ。まだこれスタイリッシュ、それドームタイプって先になって、あ、もう買ってました、なったじゃないですか。すいません。どこでですか。その次からです。東方神起の次からです。
あ、ドームタイプ始まります。すいません、はい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 、ペンライトの先はドーム状になってるタイプのペンライトと可愛さと機能性のバランスがいいものが多い印象がありますね。うん、そうですね。あ、ドームタイプも可愛いね。こういうこういうなんか守られてる感じがしますね。うん、すいません。確かに確かに、すいません、まあ、確かに言っときゃいいと思うなよ。あ、アイズワン可愛いね。アイズワン可愛くない？可愛くないですそんな人いるの？嘘です。嘘ですね。すいません、勢いで言っちゃった。可愛いです。なんか卒業証書の可愛いくしたバージョンみたいな。確かに確かに適当だこの。あ、モモランド知ってるぞ。テレテル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 、すいません、ね、でファンクラブ名にちなんだメリーゴーランドを思わせてください。だからファンクラブ名、そうだね。そうだからこっちかもしれんし、まあ、見えないと思うんですけど、まあ、こっちかもしれんしこっちかもしれないと、二重のあのマークね、うん、贈り物っぽいのがついてるような、そうね、そっちが採用されるかもしれないと。うん、なるほどね。あ、オーマイガールも知ってるな。あ、レッドベルベルト、うん、これおしゃれだね。すごいドーム型が結構多いですね。なんかセブンティーン、シャイリー、なんかストレイキッズ、あぐれしてた今、絶対ダメじゃん。ごめんなさい。なんかドーム型が多いね JYP 多分。知らんけど。知らん？え、知らん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 か。うん、どこがどこまでが JYP なのか分かんないんだけど、多分あ、なんかドーム型が主流なの。あ、知らん知らん知らん。フィギュアタイプできた。全体的に多いのかな。かもせん。かな。フィギュアタイプは何かのモチーフを模したフィギュア路線のペンライトで、グループの特色を反映したアイテムになっていることが多い印象ありますね。なるほどね。うん。なるほどね。で、こういうね、感じとか。あー、なるほどね。あ、ビッグバング。ビッグバングだ。字読むなよ。最後だけ。あ、ブラックピンクグ。ブラック、これもね、なんか、こういうなんか、ちょっと独特なやつもいいよね。そうね。ブルピンポンっていうんだね。俺らはウィジューボンになるの？じゃあ基本ボンつくね、名前ボーっていう意味があるみたいですね、ボンには、ね、だからウィジュンボンってこと。うん、え、これでも可愛いね BTS さん。 BTS だからやっぱなんか、あ、違うか、 BTS は違うわ。アーミーボム、あ、爆弾名前。うん、ダメじゃん。軍事的爆弾ってことでしょこれ。そう、ダメじゃん絶対ダメじゃん、ね、遠隔コントロール機能付きだって。ガッて、あ、かわいいこれ風船。まあちょっとスペース上げていきましょうか。うん、ママムーね。はいはいはい。あ、トワイス、これね、キャンディーボング。うん、でペンラとしてでなく置き型の照明としても使えるという一品。これすごいよね。こう持てるし、多分このこっちもついてきて、この三角形の円錐型ね。うん、で刺したらこう家でね飾れるってことですよね、これ。そうです、素晴らしい。こういうのも嬉しいですよね、家でも使えてしまう。確かに。はい、でこういうシンプルバージョンもあると。これまあ更新されていくみたいだね。そうだね、ライトっていう注文は、注文はね。うん、あ、風車ね。でマスコットタイプ、え、グループのオリジナルキャラクターやマスコットの拡張したペンライトと。なるほど、ね、なるほど。こういうね、かわいい、かわいいですね。その他こんな感じで、ラッパ型とかチェリーブレッドはもう拳銃型、すごいね。こういう独特なのも僕好きです、とても。うん、これいいじゃん。腕時計型ペンライト、ライトバンドボールピン、なるほどね。アイコンはコンバットだから、なんか野球のやつとか。イッチ、うん、イッチはこれリング型ね、独特なの。そうね、こうやって持つと、まあ、こういうのもいい。俺だから、ね、こういうさ、なんかそれたやつ、固定概念に取られてないってことですね。そう、それを言いたい。だからそういう面を踏まえてやっぱり想像していこう、うん、確かにね。うん、でおしまいですね。うん、で、あの他にもね、 TWICE さんはこのなんかあのなんだっけ、あのラブリーちゃんのやつ、こういうペンライトも売ってて、一人一人メンバー分あるという感じでいっぱいあるので、これを踏まえてじゃあちょっと想像していくか、していきましょうよ。シンプルスタイリッシュ型とドーム型とあとマスコット型、うん、とかだよね多分。そうだな、いろいろあるから、まず一個じゃあさ、あれ
想像してみてよ。いいよ、うん、まず1個ね、あの無難は行きたくない。でも確かに無難ちょっとね、こんなんで無難やってもおもろないから。これ立ってていいかな。じゃあペンライトだし。20って言ったらヒントはグッズになると思うんですよね。いやでもそんな安直だ。はい、ということでね、はい、じゃあまずいいですよ。いいですか、こっちから。うん、やっぱ結構、うん、まあそんなわけねえだろうって言われたり、あ、うんうん、ふざけてんのかって言われるかもしれない、うん、いきます、うん、こちら無難。あ、いいや、無難。いや、無難はやめようって言ってたじゃん。無難、これ無難でしょ。このキューブに棒をつけて、これ20って書いてある、はい、うん、これ無難。無難、まずそれを通るから。え、無難、これ無難でしょ。むしろこれこれになるとかある、むしろ一番それ、実は。じゃあこれになったってことよ。無難やめようって言ったのにさ、そういう、え、待って、舐めてんの、このペンライト予想って言ってそれ出して、うん、え、面白いと思う、その笑いの面でもだし、うん、そのインテレスティングな部分、うん、興味深いっていう意味でもこれを出して、これね、見えます、これを出していいと思う。おい、無難すぎる。お前お前本当にね、そういうとこね、なんか直した方がいい、マジで。じゃあ僕言っていいですか。お願いします。僕な、これです。こういうね、こんなんじゃないです。はい、いきます。はい、おい、おい、見せて見せて、これ。なんなんその、ん、無難じゃない、無難みたいな。ウィジューって書いてあるし、ウィジュー応援してるやつみたいなのある、みんなこっち行くでしょ、うん、でもウィジューのマーク、うん、だから20なんだって、安直なんだよね。え、結局むちゃくちゃひねったよ、アレンジが。むちゃくちゃひねった、アレンジでもないし。むちゃくちゃひねったけど、ダメこれ。そうだ、でも実は可能性が一番高いと思う。そうね、2つですよね、これが。でもね、わかんないから、みんなこれやってくるだろうって思ってる中、やっぱ運営さんがちょっとひねってくるかもしんないし。運営ちゃんって確かストレイキッズの運営ちゃんでしたっけ。確かそう、第一本部 2PM とかと、はい、ってことは、あっちの系統で来るってことかな、もしかしたら。ああ、確かにあっちかもせんな。やってみるか、じゃあもう一個いってみるか、うん、やってみよう。はい、じゃあちょっとね、うん、僕考えたんですけど、ステップ&ステップがデビュー曲じゃないですか。はいはい、やっぱあれって結構青空のイメージ、はい、あるじゃないですか。で、あとドームタイプのペンライトもあるということで、これちょっと伝わりにくいです、いいですか。はい、でん、これいいじゃん、それは。これなんか雲にこれね、これ虹ね、これ虹なんですけど、どこ、うん、虹がかかってる、それがね、このドームでね囲われてるみたいな。いいじゃん。で、これなんか中がこれすごい最新技術で、うん、虹にもなるし、雨も降らせれるし、晴れにもなるしみたいな。最新、雪も降れるし、降らせるしみたいな。最新すぎだ。この中がいろんな色だったり天気に変わる。波おるやん、その中に。います、波おるやん、波棒です。そうです、だからこれ最新技術を用いてね、この中をもういろんな天気で、最後は虹にかかって、で、これね、一斉制御されてこう振ることによって、うん、振るとこれが軌道が虹になるっていう。勝手にそう、軌道が、軌道、こうやっぱさ、ああ明かりってさ、こうやってやったらさ、うん、残像みたいなの残るじゃん、こうシュッシュッて、こう振ることで上が赤で下が紫で、こうシャッシャッシャッって残る。だからみんなが虹を作ってるよ、うん、みんなで虹を作ってるよ。いいじゃん、それでもう、どういうことです。いいじゃん、もうそれで。じゃあスヨンちゃんもちょっと見せて。いや、嫌だよ。なんでだよ、やだやだよ。いいじゃん、見してよ。ちょっと書き出す、ちょっと不満なとこ書き出す。自分で満足いったものを提出したいから、うん、はい、できました。はい、できました。見せてあげてください。どういう、まず思い出。これはでもシンプルに、あ、ちょっと発想に似てるかもしれない。はいはいはい、もしかしたら。なるほどね。結局はもう、うん、ストーリー的にはまあ虹、うんうん、虹をメインにした虹がかかりますよみたいな、はい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 、皆さんで虹を作りましょうみたいな、はいはい、おお、一緒だ。ちょっとかぶっちゃったかもしれない。結構かぶってんの、じゃあ、うん、その絶対、
はい、見せてください。どうだろう、ちょっとは。でも、はい。攻めすぎでしょ。日本人向けです。いや、逆に海外向けよ。違います、日本人向けです。日本人向けじゃないでしょ。読めないから、海外の方は。虫絵って見える、多分。うん、虫絵って読みます、みんな。読まん、攻めすぎ。攻めすぎ、それは。今から黒にしたんだけど、さっき付け足して。変わんない、変わんない。どうかな、白も黒も変わんない。びっくりした。はい、ということでね、もう思いつきません。何も思いつかない、何も思いつかない。多分、でも正直多分こういうのになるのかなと思うんですけど、うん、こういう最初のか、普通の20のマーク。確かにね。なんですけど、例えばまあそのペンライト自体のデザインはそういう結構シンプルでみんなが予想するような感じか、かなと思うんですけど、例えば今僕が言ったしたら虹ができるっていうのは結構いいと思うんですよ、僕。いや、いいと思う、それは。だからこういうね、これもそのままさ、赤から紫までなるじゃん。確かに。このまま振れば多分なるから、虹に。確かに。これ結構いいと思う、この案は。これ実際いいと思った。届けよう。届けたい、これは。ということで皆さんね、ぜひこういう感じで、どういう機能があったら面白いとか、うん、こういうデザインもあるんじゃないか、ちょっと絵をね、コメントするのは難しいと思うんですけど、頑張ってその文字とかだったりでね、説明してもらって、コメント欄でなんか、ペンライト予想をね、想像してもらったら嬉しいかなと思われますね、これは。はい。はい、ということで、ぜひ皆さん盛り上がりましょうということで、ペンライトお楽しみに、ありがとうございました。